来場者数200万人突破、今大注目の道の駅となっております。サーモン、イカ、ブリ、そしてね、炙りのどぐろとかうなぎとか、ああ痛い。2021年10月8日福井県に新しい道の駅がオープンしました。皆さん覚えてますか、道の駅越前大野嵐島の里のこと。あの道の駅の次にできた道の駅がこの道の駅です。オープンして1年半経ったんですけど、もう来場者数200万人突破、今大注目の道の駅となっております。グルメとエンタメに富んだ素晴らしい道の駅、今福井の道の駅めちゃめちゃ熱いです。その福井の中でもさらに大注目、さらに熱い道の駅を今日は皆さんと一緒に見ていきたいと思います。道の駅の2階部分にやってきました。ここですね、すぐこちら道の駅南越前3階さんです。そして逆方向、これサービスエリア、南城サービスエリアの上り線です。すぐ横にありますね、なんか裏、後ろ側出店あんじゃん、たくさんありますね。気にならん、お山ウニタク、何それ、わかんねえ、山ウニ、なんかわかんけど、なんだそれ、キクラゲみたいな、ウニじゃねえ、ウニ、あたこ焼き食いて、いいね、ここにするわ。山ウニたこ焼きを買ってきました。横に添えてるのが山ウニですね。柚子と鷹の爪 と完熟獅子とブレンドしたオリジナルのここら辺の調味料らしい。辛い、なんかね、中辛辛口選べて、でもそんな辛いのが苦手な人でも食べれるみたいな。辛いの苦手よ、いける。でもなんか中にも山ウニ入ってるとか言ってた、練り込んでるって言ってたね。ちょっとじゃあちょっとつけるわ。辛そう、缶釣りとかに似た色だ。缶釣りってまた難しいの出すの伝わらないの。いただきます。おいしい。あ、てか辛さはもう感じない。あーすげえじゃん、柚子の風味がふわってきた。あ、じゃあ新感覚じゃん。柚子胡椒に近い。なるほど。あ、だからね、ちょっとつけて食べるのが一番いいかもしれない。風味を感じるっていう、あ、そういうたこ焼き。他にもね、店舗あって迷ったよ。 あったね、ソースカツの串カツとか唐揚げとか、練り物出してる揚げたロッサ、おお。あとは串焼きを出してる新八さん。なんかね、サービスエリアそこにあるけど、サービスエリアっぽい、こう、そうだね、道の駅も負けじと、うん、しかもね、本格的っていうのはまたいいよね。これダブルで楽しめにね。じゃあ中見ますか、中どんな感じなんやろうな。おお、あ、フードホールって書いてあって、え、恐竜おるやん、恐竜いる。あ、じゃあこっちは物産館か。へえ、なんかハブタイムスってお前買ってなかったっけ。服買った、しかも生羽豚えもちやって。普通のだとね、もちもちしたさ、お餅みたいな食感と、まあ、大きさもそんなすぐ片手サイズだった、うんうん、ここのはとても食べにくいって書いてて、箱がでけえんよな。そのままかつ丸ごとって書いてあるから、しかも柔らかいんよな多分これ見ると。ここら辺の特産の花ハスを本来なんか食べるのは向いてないというか、加工に時間かかってお金かかったりするのを特産だから使ってるのね。二重に食べにくいってこと。あ、そう、陳列なんかおしゃれよね、やっぱ新しい道の駅って感じ。越前そばもある。そばとかもあるんよね。綺麗だし、広々してるね。そうね。すげえこれ。食パンに乗せて焼いて食べる羽二重餅。へえ。どんどん進化してんな。おお、惣菜。うん。でっけえな魚。なんじゃこれ。なんだこれ。おい。これさ、サバの丸焼き。なんじゃいこれ。でかっ。丸焼きってないよ、見ない、見たことない、すごいな。おお、福井侮れんぞこれ。やっぱ道の駅は飯でしょ。まあそうだね、すごくね。確かにオープニングで言った通りめっちゃあるね。1店舗だけじゃなくて何店舗かがすぐ楽しめるようになってるんだ。ほぼ種類あるやん、だってもう和洋肉魚、そうそうそう、でデザート。あ、すげえ。これ迷うね、どうすんのこれ。選ばれたのは豊か水産の極み海鮮丼です。豪華やな、またこれ。正解です。すごいすごいすごい、サーモン、イカ、ブリ、そしてね、炙りのどぐろとかうなぎとかね、カニの甲羅が乗っかってる。じゃあ2人で好きなネタ交互に食っていこうぜ。いいですね。うなぎ、へえ、うなぎとかなかなかないもんね。うなぎいいな、もういいの取るね。うまそう。あ、
まあそう米が欲しくなるわな。うまっ。うん、じゃあ。うん、雑いこれ。うん、身がしっかりしてる。うわ、うまっ。うなぎいいな。いや、すごい。僕はね、狙ってたのがあるんですよ。あ、のどぐろかな。正解。おお、いいじゃん。のどぐろ。いいっすか。すいません、炙りのどぐろ。のどぐろって石川？いや、なんか日本海のイメージあんな。そうよね、極みの海鮮丼やからね。どうなんやろ。どうなん。やっぱ黙って米いっちゃうよ。わかるよ。ありがとう。一個一個ありがとう。俺にお礼言われてもやで。上品ですね。いいね。炙ってるからね、本当にいい香りもいいし、食感もいいし、味もいい。白身いっときてか。白身だと何ですか。これこっちヒラメかな。ヒラメだね。あ、直球いいじゃん。すごいな、なんか大盤振る舞いだな、なんかすごいね。で、みんな、いいやろ。ごめん、俺もガン見してる。いいやろ。うわ、いいな。いいやろ。視聴者さん、これ見れるんでしょ。いいな。あ、見れるのがいいの。食えるのがいいのって、見れるのがいいの。目つぶるよな、うまいと、わかるよ。ああ、日本海の白身うめえな。すごいね。コリコリした食感ないけどね、あの柔らかい、ちゃんと歯で噛み切れる。ブリいきます。マジか。すいません、ブリ狙ってました。ブリ一番好きなような。これ、ね、分厚いんですよ、ブリ。いやー、いいね。カボスがあるんですよ。カボスじゃない。カボス、え、カボス、なんだ。カボスじゃないっけ。カボスっていうの。カボス、まあいいや。千葉の人、ほっとこ。千葉の人はちょっと、ね、独特なの。うんうんうん、熱いね。この熱さ、熱いね。これをね、金箔ついてるし。そうなんですよ。あ、ずる。これ口口口、カメラ外に鯉みたいな声取ったぞ。俺今マジで食おうと思った。もういいや、マジで食おうと思った。隙あらば食われる。動画どうでもいい、食おうと思った。今マジでどうでもいいと思った。マジで食おうと思った俺。うますぎ。ごめん、うますぎ。いいな。なんか全然しつこくない味が、うん、かつ油のノリノリで、ちょっと絞ったことによってね、さっぱりする。気になりたいことがよく分かった。何ですか。戦争やったよ。違う、戦争。そんなつもりない、そんなつもりない。なるほどね、戦争なわけね。いや、うなぎの時点そうだろ。何すんの君は。なんでそういうことすんのねえ。おい、バカ。戦争やった。嘘だろ。これが、おい、これ戦争です。おかしいだろ。うん、おかしいだろ、それ。まあ、カニだろ。カニ、もうカニそれしかないんだぞ。そう。あ、そのカニ、落ちたカニは農家な。は、終わったわ。主役が消えたわ。おい、あおんなよ、あおんなよ。は、あ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 、勝った気分。勝ち誇るね、お前。めっちゃうまい。ふざけんなよ。めっちゃうまい。戦争や、戦争や。え、お前キュウリ食べます。本当にそれでいいのか、いいのか、お前、お前、おい、おい、え、お前、嘘、サワラいっちゃう。おりゃ、サワラじゃおりゃ。あ、ブリサワラなんて食えんぞ、この季節しか。くそ、おい、くそ、おい、キュウリと一緒食ってる。サワラ食いたかった、サワラ食いたかった、サワラ食いたかった。うわぁ、本当にうまいね、これ。これは、ちょっとね、言葉にできない。一人で食い切れないと思ってくるけど、案外多分一人でもいけるわ。いけるね、味が最高級だから。気づいたらなくなってそう。全部しかもうまい、これ。だからさ、最後は仲良く食います。そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。美味しく楽しく、ごちそうさまです。
聞こえました。寄せ集めのフードコートとかじゃなくて、うん、選ばれしグルメ。俺もちょっと狂ってんのかもしれないさ、最近道の駅さ、選ばれしグルメを当たり前に出してんの。さらに、ね、さらに上を行く、高めに行く。普通にステーキのとことか7700円だよって。いや、もうすごい、それはちゃんとしたこうレストランが集まってる、うん、いや、そうね、これはね、やっぱすごいよな。最近の道の駅ってほんとすげえわ、やをやってるわ。何これ、おい、羽二重餅かき氷だろ。なんだそれ。スイーツ出すお店もあるの。お黒糖きな粉のかき氷にお手製の羽二重餅がかかってる。これが食べにくい羽二重餅みたいなやつ。いや、違う、思ったのよ。生でもないし、羽二重餅って書いてるから。違うの。違う、お手製の羽二重餅。へぇ、すごいね。はぁ、守られちゃってる。こう、膜になっちゃってる。かき氷が鼻で割らないから。あ、傷つく。面白く、ね、面白いこと言う人やな。ん、ん、ん、餅とかき氷、頭おかしくなるわ。シャリシャリ感とさ、餅のさ、消えてく感じの餅なの。食感が全然違うものたちが集まってる。で、きな粉もパサパサってしたあんこもまた違った食感じゃん。4者4様の食感が来るから、うん、頭が追いつかない。やる、味はめちゃくちゃ美味しい。これぜひみんな夏食べてください。はーい、道の駅スタンプラリーのコーナー、今回は道の駅南駅伝3回やれー。まあ新しいんだよね、南平のスタンプラリーのコーナー。さあ次は当てたいね。当てよう。なんかね、オープニングで多分覚えてる人か分からんけど、道の駅のロゴありました。山みたいなやつ来た。もう新規の道の駅ってロゴ大体決まってるんですよ。まあな、なんでロゴと予想します。本日のスタンプこちらでまたまた大正解。いやー、道の駅どうでした？やっぱもうなんか最近の道の駅ってすごいな。進化のレベル違うというか、福井にあるんやこれって思った。わかるでしょ。あー、わかる。これ福井にあるんやっていう。本当ね、あの200万人達成っていう理由もわかる。サービスエリア横にあるけど来たくなるもん、うん、で今ここいると公園よね。子供いっぱいいるし、確かにグルメとエンターテインメントが見つめる。これ来るわ人。そうだよ。俺ね、これ一個思った言いたいんだけど、この規模感だからいいと思う。そうね。俺ね、最近の道の駅やたらでかくすればいいみたいなね、ちょっと風潮あったりするんですけど、濃縮されてる道の駅らしさが残ってるのは何なんだろうなって、ちょっとね、そこがね、人気の秘訣なんじゃないかな。そこが見えれば僕たちが将来作る道の駅もきっと成功すると思います。福井県まだまだ道の駅新しいのございます。期待できるわ、はい、本当。どんどん行っちゃいましょう。またねー。